ここからは本日のゲスト金村悟さんにたっぷりとお話を伺っていきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。金村さんは、阪神タイガースの一軍投手コーチ務められていましたけれども、はい、具体的にはブルペンに試合中はいらっしゃったんですよね。そうです。うちの投手陣はよく継投しますよね、はい、その準備をさせるところで、いい状態で送り出してあげるという役割です。具体的にはどのタイミングでどんなことされてたんですか？もちろんベンチが決めることなんですけど、僕も試合を先読みしながら準備をさせておいて、で、ベンチから電話かかってきた時にスッと行けるように。ブルペンの様子って、甲子園はね、ファンは見られないので、はい、すごく気になるところなんですけど、すっごく素朴な疑問で、継投したいけど、ピッチャー間に合わないっていうことってないじゃないですか、見ていて。あれってすごいですよ。実は何度となくありましたけどね。それでもやっぱりマウンドで5球投げれるんで、その5球を差し引いた状態でもういけいけっていう感じになってしまうこともなくはないですね。でもそこでしっかり結果を出してくれるのがタイガースの投手陣。素晴らしいです。そのあたりの信頼もあるんでしょうね。そうですね。はい。浜中幹事長はコーチ時代に金村コーチとご一緒されてたと思いますが、はい、浜中コーチから見る金村コーチってどんな方でした？やっぱ選手とやっぱ同じ目線でやっぱり見てくれて、やっぱりこう近い区でね、やっぱりこう見て、指導方法も多分、素晴らしいものもあるんですけど、一軍のバッティングコーチさせてもらってる時に、練習前に若い選手を呼んで室内でバッティング練習するんですけど、その時に、ね、よく金村さんに投げてもらったんですよ。20分ぐらい、ね、ずっとこう投げてくれて、でこう若い選手たちが打つっていうのをやってくれてたんですけど、ちょっとねパームボール投げたりね、ちょっとこうそれ選手打たれへんねっていうような感じで、ちょっとこう楽しそうに投げてる金村さんも見たりしてたんで、俺も健康のためっていうのもありました。ね、投手陣としてはやっぱ打ってもらわないと点数を取ってもらわないといけないんで、そうなんです。その、ね、僕が投げた早出でね、投げた選手が打ってくれたしたら、それはそれでまた僕も嬉しかったし、ただね、僕金村さんと福原さんに謝った記憶しかないですね。すいません今日も打てなくてっていう。いやでも本当にファンの方からはちょっと見られないですけど、貴重な場面もあったわけですね、はい、今日はですね、金村さんに見ていただきたい数字があります、岩瀬さん、はい、もうこれは金村さん必ず笑顔になる数字です、はい、2016年から今シーズンまで7年間で、最初の3年間金本監督で、最後の4年間が矢野監督でしたけれども、福本さんご覧ください、これ、チーム防御率が7年間で1位が3年、2位が4年で、これだけのタイトルホルダーと、もう鉄壁のこれ投手陣でしたよね。そうですね、ピッチャーみんなちゃんと育てましたね。でこれだけの成績残せるピッチャーばかりちゃんと教育したんじゃないけどね、なかなかこの何年も続けるのは難しいですからね。そうですね、だって2016年のリリーフ陣、あるいは先発も含めた投手陣の顔ぶれと、金村さん、今年って全然違うじゃないですか。全く違います。ですよね、はい、でこれだけ維持し続ける秘訣みたいなのってあるんですか？僕がやってたのはもう徹底した球数管理と、コンディショニング管理っていうのはずっとやってたことで、やっぱちょっとした変化に気づいてあげたりとか、で球数をしっかりつけてあげて、これだけ投げたらちょっと一回休まそうかとか、そういうのはやってました。ただやっぱそれだけじゃないですし、やっぱそのスカウトの素晴らしさだったり、やっぱりその選手個々の能力が素晴らしいっていうのは、そのタイガースの伝統としてピッチャー本当にうまいこと取るなっていうのは本当に感謝してます。毎日選手を見ていると、ちょっとした変化っていうのは例えばどういうところにその変化って感じるものなんですか？やっぱり肩って消耗品なんですよ、はい、で連投とかしてくると、その翌日のキャッチボールの、肩の可動域がちょっと違ったり、肩がちょっと下がったりとか、そういったちょっといい状態をしっかり自分の中で把握しておいて、はい、あ、今日ちょっと疲れてんじゃないかみたいな、そのコミュニケーションですね、その辺はすごく密に取りましたね。いかにいいパフォーマンスを出せるかっていう、そこから逆算して選手たちのコンディションをしっかり把握されたってことですね。そうですね。それでやっぱり監督にも進言させてもらいましたし、今日彼は使わない方がいいですよっていうのは、ちょっと状態落ちてますっていうのは、やっぱどんどんそういうコミュニケーションも監督とも取ってました。
ゴニカちゃん、やっぱりこうやって見ると、はい、ね、ちょっと懐かしい名前ですけど、マテオ、ドリス、そうなんですね、まあ、今ね、メジャーにいるスアレスとか、外国人投手もね、タイガース、やっぱりいい外国人投手いっぱいじゃないですか。そうですね、これも金村さん、ずっと見てこられてたんですよね。はい、今で言うと、メジャーで懐かしい、ね、活躍してる選手がたくさんいらっしゃいますけど、どのようにご覧になってましたか、当時。スケート外国人投手選手っていうのはやっぱりそのメジャーに行きたいから日本に来るんですよ。なのですごくそのメジャーに行きたいっていう目標でやるんですね。でその中で、まあ、僕らはその3連投までっていうのはやらしてたんですけど、アメリカってないんですよ、2連投までなんですよ。だから逆に言うとこの日本で1年間やって、あのピアス・ジョンソン投手、はい、あの選手はもう最終的に泣きそうになってたんですけど、60試合ぐらい投げて、それがあったから今メジャーでパドレスで、まあ、パドレスも、ね、スアレス投手も50試合いってないんですよ、163試合あるのに。だからそのぐらいメジャーっていうのはその体に気を使うんですね。でも日本でそれだけ143試合で50試合60試合投げておけば向こうでも全然大丈夫っていうのはすごく、だから日本を経験してよかったんじゃないかなっていうのは思いますね。あえてのだからメジャーを見据えてのそうですトレーニングといいますか、あの日本が今すごくそのメジャーに注目されているというか、日本で結果出しているピッチャーだったら大丈夫っていうので、あのメジャーのスカウトが常に見に来てるんで、その責任も背負って、まあ壊さないようにとかいうのは、でもやっぱり助っ人外国人なんで行ってくれってあのやってしまうんですけど、まあ最終的にはね、やっぱりそのメジャーでもあのしっかり結果を出してほしいっていう思いはありましたね。スアレス選手、皆さんの活躍じゃ嬉しいでしょうね。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。はい、もうさ、やっぱりね、外国人投手こうやってこうメジャーでも活躍したりすると半年も嬉しいですもんね、タイガースの選手がね。大きな目標を持ってきてるわね、そこですよ。だからこっちに行ってるキャンプに行ってる今ね、そういう選手たちもそういうのも頭に入れとかな、大きな目標があるんで、上で投げさせてもらえるような選手にならなければ何をどうするかというのがもう自分でやっていかなかったもんね。ちなみに金村さん、あの外国人投手とはコミュニケーションの取り方っていうのは、直接例えば英語とかスペイン語とかは、基本的に通訳入れるんですけど、はい、まあ、大体日本に何年かいるともう日本語結構交えてくるんで、向こうもで特に僕らはなんかスパニッシュ、あのマテオ・ドリスさんって本当可愛くてですね、はあ、そこは本当にそのブルペンの中でもキャッキャッキャッキャ言いながらコミュニケーションは取ってましたけど、逆にアメリカ人のピッチャーっていうのは結構ストイックというか真面目っていう感じなんですね。でちょっとそのラテン系の陽気な感じがドミニカンだったりするんですけど、すごく楽しかったですね。